その中野駅のトイレの女の人はすごい綺麗で、母親もきっと綺麗なんだろうなっていう。それで、なんか父親、お父さんは不細工だからって、なんかそういう話を中野駅の女子トイレで友人にしてた場面に遭遇して、なんか IT